チンガー隕石アタキサイトは、鉄隕石の分類の一つで、ニッケルの顔料が高く、断面をイッチングしてもウィドマンシュテッテン構造が見られないものである。主に、低ナイト合金で構成され、他に、プレスサイト、トロイライトや微小なカマサイトのラメラも含む。アタキサイトは、最もニッケル顔料が多い隕石として知られ、通常18%以上のニッケルを含む。 そのニッケル含量の多さのため、分散が遅い摂氏600度以下の低温では、カマサイトが低ナイトから利用できず、ウィドマンシュ鉄点構造が発達しない。ほとんどのアタキサイトは、科学的分類が異部となる。アタキサイトに分類される、鉄隕石は50個に満たず、珍しい分類であるが、これまで見つかった最大の隕石である、ホバ隕石は、この分類に属する。 チベットで発見された、鉄の男と呼ばれる仏像は、アタキサイトであるジンガー隕石を掘って作られたと、考えられている。ボン・ F ・バックウォルド、ハンドブック・オブ・アイアン・メテオライツ、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス、1975、ハット・ F ・ハイデ、F ・ワローツカ、メテオライツ、メッセンジャーズ・フロム・スペース、スプリンガー・バーラグ1995、ページ143。 ありがとうございます。